夜も始まりましたもじゃもじゃ先生の耳ラジオ、アナウンサーの宇治田智子です。聞こえの研究者、聴覚系 YouTuber のもじゃもじゃ先生ことユニバーサルサウンドデザイン株式会社の代表中石慎一郎さんに聞こえについて様々なお話を伺ってまいります。もじゃもじゃ先生、今夜もよろしくお願いいたします。はい、もじゃもじゃの中石ございます。今週もよろしくお願いします。お願いいたします、はい、もうあっという間に12月ですね。早いよ。早いですね。もう1ヶ月切っちゃってるからね。2021年ももう終わり。終わり。2022か。うん。早いな。あっという間ですね。ちょっと ね寒くもなってきましたからね。そうね、皆さんとも風もね気をつけていただいてっていう形ですけども、うん、そうですね、はい、さあそんな、今月12月もですねゲストの方をお迎えしております、はい、スタジオには株式会社ワイズ早見康弘さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。株式会社ワイズの早見康弘です、どうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。絶対出ていただきたかった方なんですよ、早見さん。はい、元実は僕の上司でございます、うん、おお、一緒にお仕事されて。そうそう、もう20年ぐらい前ですけどね。で、たまたまなんですけど、もっと僕も IT でしょ、はいはい、IT 関係の仕事してて、そうですね、でその早見さんは社長やられてて、はい、で今まさにヘルスケアのお仕事されてるんですよ。あ、お二方ともじゃあ。そうなんですよ。職をこう変えられた分野がまた一緒だったって。また一緒だったってことでまた再開して、早見さんなんですけども、リハビリ介護を中心とした事業を展開される会社の代表を務めなんですよ。なかなかリハって聞かないでしょ。そうですね、確かに、ね、ぜひちょっと今日あんま結構意外と分かんないことばっかりなので、はい、そうなんです。普通にリスナーみたいに聞いてきますので素朴な疑問を素朴な疑問をたくさんぶつけると思いますので、はい、分かりました、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ、はい、いやでも中石さん本当ね二十数年前ですよね。そうなんですよ。一緒に机並べてね、本当に私も今日楽しみに、ありがとうございます。いいです、参りました。そして今マイクの前で二方が並んで、嬉しいです、ね、めちゃめちゃ嬉しいです、ね、お話ねたっぷり伺いたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、どうももじゃもじゃでございますということでございます。もう早見さんご紹介したかったのよ。そうですね、おっしゃってましたよね。そうなの、もうね、イケメンだからねマスク取りたい本当は本当だ、見たい。もうあの検索してくださいそうですね、写真はね、うん、あの早見さんぜひね検索していただいてください。今日ありがとうございます。いや、こちらこそ本当に楽しかった。お忙しい中、めちゃめちゃ忙しいんだから。いや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 、本当にですよね。そう、来ていただいて無理言って来ていただいて、本当にまさかの上司ですよ。いや、そこの関係性にもびっくりしました。だから物々は一緒に働かれてた。そうです。どれぐらい、何年、3、4年ぐらいかな。しかもその時のね、ちょうどベンチャーがこう大きくぐわーってね、 IT 系です。あれが IT バブルの波だったんだなと思って、あ、伸びてる、それにこうね乗ってこうしがみついて一緒にね、そうです、でっかいビル移って、インテリジェントビルにドーンとね、この辺りのねオフィスの神田から、もう神田からハルミトリトンのスクエアにドカーンと。でもウェブの技術的にすごかったですよね。すごかった。あの車を 3D で見せるとか、はい、走りですよ、はいはいはい、今もうほとんど車、ね、当たり前になったね、当たり前、バーチャルリアリティとか、うん、もうそれの走りですよ、うん、はえ、そういうのを一緒に手掛けられてたっていうか。そういう僕の会社で、はいはい、まあ、あのいろんな技術を持ってた制作会社で、はい、で、まあ、中石さんはその中でも、まあ、企画部門でいろんな新しい企画だとか、プランニングだとか、でお客さん向けの提案もやったけど、新規ビジネスの提案もよくやってたね。やりました、ね、本当にね、多分日本でも最初の頃にモバイルの時代が来るぞって多分、ね、あの分かってた、見れてた男だよね。あれに俺もね乗ってればもう今大成功したと思うやっぱね、やっぱ僕の推しが弱かったですね。弱かった。当時はやっぱまだねパソコンの時代から ね、 そうですね、ちょうどドコモの携帯が出て、ね、まあ、まだアップルとかスマホじゃない時代だね。アイモード、アイモードだね。アイモードスタートの時代でした。まさにそこから一気にスマホですもんね。一気にガラケーからスマホになって ね、 ね、早かったですね。そう思うとね、そこにもういろいろな会社さん行きました ね、 ね、企画でたね、ご提案しに行って、もう一回僕ね、あの思い出したんですよ、はいはい、さっきお話聞いてて、うんうん、あの名古屋によく行ってたんです。お客さんいらっしゃって、ね、自動車メーカーね、自動車メーカーさんいらっしゃって、まあ、行ってたところが俺住んでたからねそうなんですか。ずっと住んでたから、もう納品するまで帰れないかったんで、そうなんですよ、ね、
もう僕自らもう ね、人柱というか人質で行ってね。もう一回2往復したことありますよ。あったね。一回帰って、そう朝一行って、速水さんと一緒に行って、でまた戻ったんだけど、もう一回出てこいって言われて。あった。もうそれ普通だったから。うん。一日2往復名古屋東京ね。そう、余裕でした。あったね。余裕でしたな。それぐらいなんか名古屋もよく行ってたしね。行きました。本当にね、今2000年2001年1999から2001年ぐらいの3年間ぐらいだね、ちょうどもうめちゃめちゃちょうどまたブロードバンドっていうね、そう回線もね、回線が早くなったんですよ、はい、フラッシュバリバリの会社だったんで、もうね今あれです、当たり前になっちゃったけどね、本当に今にして思うと時代が変わる時って後から見るとあの時が変わったと思うんだけど、本当に変わる瞬間だったね。もうコンテンツもなんかこのその回線が太くなったから、じゃあインコンテンツ作ろうとかって、ね、なってきましたしね、全然変わったから、そういう ね、まさにその時ね、激動のね、はい、3年間ね、本当に僕の右腕として、いやもう全然苦楽を共にして、いやいやペペみたいなもんですか、どんなキャラだったんですか、ね、結構ね、はいはい、アイディアマンでガツガツ来る。あ、そうなんですか。で、ね、いやしょっちゅう来るから来るっていうのは、あのこういうのどうですか、あれはどうですか、ね、もう常にでしたね。だから常に来るとね、やっぱもうまたかって気になっちゃうからね。また君か、やっぱね。でもいいことは言うのよ。でもやっぱすごいね、やっぱそういう、こう前向きでアイデアマンだったな。そうですね、それはすごかった。いろんな提案しましたね。そう、全然なんかね、違う こう話持ってきたりとかね、いろんな今じゃ当たり前になってること、だいぶ発明家だな永井さんは。そうですね、アイデアはそうですね、そう衣装ぴったりじゃないですか。そう発明家ない、ねえ、ぴったりぴったりです、研究ですよ、ね、やっぱり。でもね、ビジネスセンスもあったから営業としてもいけたしね、だからまあ絶対成功するなとは思ってたけどね、だから残念だったけどね、あの永井さんに降り入られた時は、なんだお前も降りんのかと思って、もう降り入られるの大嫌いなんで、ね、絶対怒ってるだろうなと思って、怒ってるよ、ちょっとドキドキしながら、でもしかないなと思ってね。まあ永井さんも会社やってると分かるけどね、もう経営者もですね、降り入られるともう本当にね、いやもうがっくししますよ ね、その気持ちが本当。でもね、こうやってそれがだから2001年だから今20年、ちょうど20年です、20年経ってね、さっき話したようにこうやって両方違う業界で ね、永井さんも大活躍されて、また本当にこんな奇遇なストーリーなかなかないよ。なかなかないですね。ね、業界変わってんだから。なかなかない、いやそうなんですよね。うん、ましてまたヘルスケアで、ね、そう。で今ヘルスケアがまた注目されてるからね。そうですよね。うん、まあもう高齢化社会だからこそのね、分野ですよね、本当に。いや本当にね。で今回その同じ分野だしっていうところでお声を。そうですそうです、僕は、ね、耳ですけど、うん、逆にあのやっぱりリハっていう部分は、ね、影響する言語聴覚士さんもいらっしゃるの で、うんでね、一緒に何かしてできればということで、ね、ご提案してっていう形ですけど、まあ、これはねまた3回目今度収録 で、ね、あの深くお話しますから、そのラジコの方もね、聞いてほしいなと思ってますけどね、あのカメラを通して早見さん、20年前大変失礼しました僕のわがままをですね、いやありえないよね、あのいやちょっとモバイルやりたいんで、あの可愛い子には旅をさせてくださいとかって言ってるからね、生意気な社員だよね本当にね、まあ、カメラを、ね、通して、本当に残念だったけど今大成功していただいてよかったです頑張ってくださいありがとうございます本当ね、もう20年の時を経て、時を経て、ね、ぜひ若いというか、もともとね、別に喧嘩かりしたわけじゃないからね、そうですね、まあ本当頑張ってんなっていうのはその後もずっと見ててね、ただまさかね、うん、その時の会社で机並べんじゃなくラジオ局で並べちゃうっていうのは誰もこれはね想像しえなかったストーリーだね。そうですね。いやだから嬉しいんですよ。ね、それ聞いた時はちょっとびっくりしました。ラジオ出てるのみたいな感じになりましたか。うん、なんかあの彼のフェイスブックとか見ててね、そういう方面でも活躍してんなと思ったけど、俺のオファー来んのみたいな。いやみたいな。20年の時を超えて。そう、ね、20年の時を超えてですよ。そうですよね、でも本当お話もすごい上手だからね、もう聞きやすくてちょっとね聞いていただきたいと思って、いや本当でもね不思議だね、はい、改めて思う、はい、いいですね、もうね関係性にちょっとびっくりしましたけど、ね、なかなか素敵だなって思いました。いろいろ医療系の方とかね、アーティストさんとか、あのいろいろオペラ歌手さんとか ね、お呼びしましたけど、ここに来て早見さんですから、そうです、もうそれはと早見さん呼ばないとダメですよ、ビジネス系は。そうですね、そうですよね、創業も素敵だったでしょ、うん、そのご自身の体験で
やっぱりこれちょっとあかんぞっていうことで、うん、普通だったらそれで終わっちゃうでしょ、うん、もういいやっていうね、あそっかそうなんだって自分は治ったし、そう自分は治ったしってなるけど、ね、うん、これで困ってる人たちがいると、うん、なんかできないかっていうに思うとこがやっぱさすがだなと思って、うん、ね、受け皿を作ろうっていうところまで、そうですよ、思ったらすぐやる、ね、いや そこですよね、かっこいい、超早いから、うん、名前負けしないからね、はいはい、即行動、早見さん、早見さん、そうそうそう、早いから、早くね、先を見て、そう、動いてらっしゃるんですね。でも間違いないのは、あの、まあ、僕部下だったんですけど、あのよくいらっしゃるのは、ほら何でもかんでもとりあえずやろうかっていう人が多いじゃないですか、はい、上の方も。でもやっぱりちゃんとご自身の中でリサーチされてるんですよ。で、や、あの少し揉んでから、あのパッと言ってるように見えるんだけど、うんうんうん、実はめちゃめちゃ考えてるってのはすごく、僕は、昔の部下だとして言います、はい、今の部下の方もいらっしゃると思うんですけど、ちゃんと早見さん考えてる、それだけ代弁させていただきたいと、めっちゃ考えた上での決断をされてるんで、スラスラねお話されてるようですけど、いやありがとう、本当に、ね、今はもうその通りです今はもう年を重ねるほどね、熟考の時間も長くなってね、そうですよね、かったということでね、うん、少しフォローできましたから、ね、いやだいぶはい、ということでですね、やっとね、あのゲストにお迎えできたんで、僕めちゃめちゃ嬉しいっていう部分とですね、うん、またこれ第4回まで、この ね、あの裏話も、うん、そうだ、で、あの続きますので、はい、ぜひともこれ見ていただきたいなと思ってますので、はい、番組の方もぜひラジコで、はい、アプリでですねチェックいただければと思います、はい、ということで、今回は早見さん、はい、ゲストでお迎えしました。第1回ということで、また第2回続きます。じゃあねー。